毎度、徹子です。韓国は、昨年の G7 首脳会議に招待された際、事実上の G8 と自慢していたのですが、今年の G7 には招待されず、なぜか激怒しています。ニュースの詳細。主要7カ国、G7 議長国であるドイツが、今年6月に、ドイツのエルマウ城で開かれる G7 首脳会議に、インドとインドネシア、南アフリカ共和国、セネガルを招待する予定だと明らかにした。ドイツ政府のシュテフェン・ヘベシュトライト報道官は、現地時間の2日、定例記者会見で、これらの国が招請対象かという質問に対し、これら4カ国が招請されるだろうと答えた。G7 加盟国は、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本の7カ国だ。インドネシアは、今年、主要20カ国 G20 議長国を、セネガルは、アフリカ連合 AU 議長国を務めている。韓国は、昨年、英国で開かれた G7 首脳会議に、インド、オーストラリア、南アフリカ共和国と共に、招待国として参加した。青瓦台は、当時、事実上 G8 として位置づけられたと自賛した。これに先立ち、米国のドナルド・トランプ大統領も、2020年夏、米国で開催予定だった G7 首脳会議に、韓国とオーストラリア、ロシア、インドを招待対象として言及し、G7 を G11 や G12 に拡大しようと主張したが、新型コロナウイルス感染症事態で開かれなかった。今年の G7 首脳会議は、6月26から28日、ドイツバイエルン州アルプスのエルマウ城で、オーラフ・ショルツ首相主催で開かれる。ウクライナ戦争と気候変動、パンデミック、全世界の民主主義国家間の国際協力強化などを議論するものとみられる。とのことです。いい感じ。今年の G7 は、ドイツのエルマウ城で開催されます。招待国は、インド、インドネシア、南アフリカ、セネガルと発表されました。これだけで終わる話なのですが、韓国では続きがあります。なぜか、韓国から、なんで我々が招待されないんだと落胆する声が出ているんです。韓国は、昨年英国で開催された G7 首脳会議に、インド、オーストラリア、南アフリカ共和国と共にゲストとして招待されています。それ以前の2020年には、米国で開かれる予定だった G7 首脳会議に、インド、オーストラリア、ロシアと共にゲストとして取り上げられていました。当時のトランプ大統領が、2020年夏、米国で開催予定だった G7 首脳会議に、韓国を含む4カ国の招待を計画していて、G7 を G11 や G12 に拡大しようと主張していたのですが、この会議は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックで取り消しになってしまいました。韓国では2年連続で G7 に招待されたのは韓国だけだということで大いに盛り上がり、ムンジェイン政権は任期内に先進7カ国 G7 に加え、韓国が G8 の地位に上がったと自評していて、文大統領が英国で開催された G7 出席や欧州歴訪を終えた後、青瓦台は韓国が名実ともに G8 に位置づけられたのではないかという国際的な評価を得ていると強調しています。他にも、韓国は、ジョンソン首相とバイデン大統領の間に立った。これが我々の理想だと言ってみたり、我々はもはや実質 G8 だとか、次は G5 を目指そうとか、妄想を垂れ流していました。ほんで、現実を受け入れることができない韓国政府は、まだ韓国が招待される可能性があると判断している。ウクライナ戦争が変数となり、状況が流動的であるためだと述べています。さらに、外交部当局者も記者団に対して、招請国最終公式発表とみなす必要はないだろう。他の招請国がある可能性もあると説明しています。ドイツの報道官が定例記者会見で、記者のこの4カ国が招待国だよね、という質問で答えた4カ国は、正式発表ではないというのは本当らしいのですが、韓国は、そこに、一縷の望みをかけているみたいです。これで、招待国が正式発表になり、そこに韓国が含まれていない場合、ドイツに後頭部を殴られたと大騒ぎするんじゃないかな。
去年の G7 首脳会議に一緒に招待されていた南アフリカ共和国やインドが招待されているということも、韓国の自尊心を刺激しているみたいです。まあ、日本には関係がないので、どうでもいい話なのですが、面白い話題だったので取り上げてみました。一縷の望みをかけるのは自由ですが、ドイツから招待がないからといって、ドイツに八つ当たりするのは、やめた方がいいです。こちらがお隣さんの反応です。ムンジェインではなくユンソクヨルだから、小生から抜けたのだ。どうせユンソクヨルが行っても、骨格だけが落ちるだろう。むしろ行かなくてよかった。ムンジェイン政権の5年間の成果があまりにもすごいので、ユンソクヨル政権の今後5年間の外交は期待しない方がいいだろう。ムンジェインの時は G7 に2年連続招請された。ユンソクヨルが招待されなかったのであって、我が国が G8 から外れたわけではない。クアッドに加入したいというユンソクヨルに対して、米国はクアッドはクアッドで維持と我が国の合流を否定している。ユンソクヨルは主要国から相手にされていない。ムンジェインが挙げておいた骨格を一瞬で台無しにしてしまった。すでに海外では格下扱いされているようだが、次期政権は外交をどのようにするのか。日本を称賛して全てを与えてしまうからこうなるのだ。国外に立つのが恥ずかしいので、そのまま立山の隅で5年間隠れて過ごしてください。骨格が溶けていく。2年連続招待された骨格がユンソクヨルのせいで溶けていく。今回も招請されていたら、あらゆるパッシングを受けて恥をかくところだった。ムンジェインの任期が終わって、次のユンソクヨルには関心がないということだ。シャーマニズムに浸水した当選者だとすでに把握しているのだろう。大統領が1人変わるだけなのに、骨格があっという間にこんなに下落するものなのか。 G7 は人を見て招待しているようだね。骨格が大統領1人でこんなに落ちるなんて。だから大統領が重要なのだ。ムンジェイン大統領の凄さを改めて感じる。ムンジェインのおかげで5年間も先進国の体験をして、今はユンソクヨルのせいで無視される経験をしている。大統領を選び間違えて骨格がこんなに奈落に行くというのは悪夢だ。以上が国民の反応です。韓国では G7 首脳会議に招待されないのはユンソクヨル次期大統領のせいということになっているみたいですね。ムンジェイン大統領を盲信する国民は、まだ大統領に就任していないユンソクヨル次期大統領に全ての問題の責任を押し付けるつもりみたいです。そういえば来年は日本が主催国なので連続で招待されませんでしたということで、韓国が激怒するというオチになるかもしれません。ただ G7 首脳会議にどの国を招待するかは議長国固有の権限なので、韓国の親日融和ムードになびいている岸田政権は韓国を招待しそうなのでちょっと心配です。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。